余裕があったの。余裕？そういうふうに。あ、このぐらいのサイズのつけて。そう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 。ああ、超かっこよくなる。そしたら。あんな太くなっちゃった。こっちの方が太くなっちゃった。こういう感じ。そうそうそう。そういう感じでこんな風についてたんだよね。ちょうどこんな感じ。こういう風にして育ててたら。どのぐらい太くなったんですか。これがくっついてたんですね、こうやって。同じ形してるでしょ。そうですね。これを譲り受けて。これ手で触れるとどうなるんですか。皮が溶けるんじゃないですか。皮が溶ける。確か違ったから。刺さなくてもいいですか。持ってやる。持ってやる。よくなった。本当？タヌキ作るの？タヌキをこれ足立さんがなんかタヌキ作ろうとしたら抜けちゃったんですって。でそれをもらって、うん、もう一回溶合剤塗り直したんですよ、うん、これを使ってタヌキを作りたいなと思って。ちょっと上の方触るとまだここ水入れておくか。ここに。そうそう、そこの溝に入れて、この辺出してる。なんかこんなちょっとこのぐらいの感じでここにこう棚がポンポンってあるような盆栽にしたいな、うん、で木が今日いっぱい生えてたじゃないですか。木あんの？あの辺にね、心拍がいっぱいあったんで、うん、ちょっと一緒に見てもらえれば。太さどのぐらいだ、うん、結構ね、相関が多いんですよ、ね、途中から生えちゃうな。これはこれ入るか。ほうほうほう。これか。このぐらいだったら入るね。これね。うんうん、これ入るだよこれ。この内側からこの辺から出る。うんうん、でこれ枝出せる。でこれがぐーってこの溝に沿って。上から出すと。うん。ここまで行くか。途中までだね。途中まで入れ。うん、あ、そうか、ねじれないから。え？ねじれないからここに添えられないってことですか。そうなんだよ。あ、そっか。ちょっとさあ、まず彫刻先だよね。彫刻、うん、半分ぐらい入れないとダメだろ。なるほど。じゃあもうこれをもうちょっと深く掘ると。もっと深く掘るの。わかりました。3分の1ぐらいしか入んないもん。このくらいのやつだったのよ、うん、あー、じゃあこれ自体変えますか。やっぱりもっと細いやつあっちの方にありましたよ。なんかこういうやつを入れといたの。あ、それがあんなになっちゃった。じゃあもっと細いのにしますか。木細いのですか。うん、ちょっとちっちゃいのに変えました。これでいくか。これ、うん、すごいですね、血みたいですね。もっと、もうちょっとだ。顔が向けるぞこれ。
ここまで入ったから、うんうん、ここだな、うん、ぶつかってるな、ここもうちょっと広げないとな、ここだ、入るな、もうちょっと広げるか、ここ、うんうん、本当は秋とか冬にやった方がいいんですか、今でもいいんじゃない、大丈夫ですか、うん、要は曲げるのがってことですね、曲げるのがひねんないから、うんうん、ここ皮むけちゃったもんね、うん、多少はまた好きじゃないとダメだな、これ入るな、ほらほら入れます、ちょっと針金縛っちゃうの、ね、ちょうどいいとこ入ったこれ、うん、いいとこに枝が、どうなってか分かんないですね、それ。だいぶできてきたから。できてきましたね。こんだけのほら種によってまだ変わんないもんね。だいたい入った、うん、こんな感じ、ちょっと皮むけてこれカットパスタ塗らないとダメだね、なるほど、これ打たないですか、ビスみたいな、うん、綺麗に入った、ビスみたいなの打たなくて大丈夫ですか、大丈夫、このままで後で打った方がいいけど、これ針金取った方がいいと思う、これ、うん、ちょっと浮いたりしてるじゃないですか、こういうところ、うん、ここが太ってくれば縛っとくか、あ、太ってくれば埋まっちゃうから、埋まるんですね、温度で詰めちゃえばいい、おがくず混ぜて、なるほど、じゃあこれでまた植えて、うん、もう太くなるのを待つ感じですか、これでこうかこんな感じにするか、うんうん、それからこう立ててもいいし、うん、こっちしようもいいな、このぐらいいいな、この陣がさって下向くぐらい、うんうん、鉢入れちゃうかこれ、ね、入れちゃいますか、うん、このぐらいのサイズでいいっすよね、うん、このぐらいのいい、1年ぐらいですか、うん、今もう肥料やってるからどんどん太ってくるんじゃないかな、なるほど、じゃ早ければ、うん、今年の秋とかに入っちゃういけます、うん、冬には針金かけできると思うよこれ、あ、ちょっと傷ついてるけどね、うんうん、こううまく枯らさないようにすればカットパスタ詰めとく後で、はい、ここまでね、うんうんうん、
角度違うけど、うまく入らないんでこのまましておきます、はい、針金かけちゃおうか、これうんですね、こうやって枯れたのも再利用できるからうん、見たな、あ、針金かけます、かけちゃう、でこのシャリごといくってことですよね、シャリごとかけるの、軽くかけときますかね、はい、はい、よくこれでやめときましょう、はい、じゃあ水つけます、はい、どうなるかって感じですね、じゃあとこう浮いてるところはちょっとやってもう一回縛った方がいいね、はい、入りそうですか、入るっていうか一体化しそうな、分離するかもしれない、分離もあるんですか、まだ可能性、あれと同じ、ほら今日俺がこれ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 は元にこれがついてたやつですよね、針金でこうやって止めてました、止めてるのも弾いていくんですか、で中に木工用ボンドを流してボンドでくっついてる、はいはい、それでもダメだ、これね、なんかここにえぐってあるから、あ、ちょっと内側にそう、ひる、あの、こうなんか広く太ればちょっと入る、どうなるんだろう、ビス打っちゃうか、ビス打つのはどうですかこれビス打ったら、打った方がいいんじゃないかって、あ、ビス打っちゃえばいいんじゃん、ビスってあります、ここ、今ないんだよ、帰って僕はビス打ちます。ビスで浮きそうなと上の方がいいかとか。高？こう下のこの辺はもうきちっとやっといた方がいいよ。ここはもう上がらないと思って大丈夫だ。冬ぐらいに打ったりとか。ああ。じゃあこのままにしておいて。結構吸ってるからさ。なるほど。わかりました。